こんにちは天馬アカデミー堀秀夫です今日は Amazon 輸出をするにあたってですね、それと不要不要を売るのにあたって、まあ、日本の Amazon とアメリカの Amazon のアカウントを開設するわけなんですけど、まあ初めてだとね、アカウントの種類がいっぱいあって混乱するというご質問があったんで、そのアカウントの種類、でどういうふうに作ればいいか、それについての解説をします。まず、Amazon でよく え宣伝している Amazon プライムですね。これは売るアカウントに関しては全然関係ないです。買うときのサービスの話ですので、Amazon プライムはですね、Amazon で物を売ろうという時に入る必要はないです。ただね、もうすでに Amazon 使っていて、プライム会員になっているというんであれば、その口座をそのまま、えー、売る権利もね、えー、つけた口座にすればいいですし、まあ プライム入ってないからね、売るのにプライムも入んなきゃいけないのかなと勘違いしちゃう方いるんですけど、そんなことはないです。プライムというのはね、買うときに便利だと思えば入ればいいですし、売るときに必要なわけじゃないんで、売るにあたってプライムになる会は、プライム会員になる必要は全くないというのを覚えておいてください。それと、売る方のアカウントですけど、amazon にはね、大口と小口2種類あります。これは大口で登録してください。 アメリカの場合はプロフェッショナル。日本の場合はプロマーチャント。大口で登録してください。これね、えー、まあ、よくわかってない人の情報を発信してる、えー、情報だと、49個以下だとね、大口じゃなくて小口でいいですと。まずは小口で始めましょうみたいに書いてあるんですけど、小口じゃ高く売れないです。えー、Amazon で高く売るコツというのはですね、このカートを取って、カートをプチッとね、えー、この 細かい比較とかをしないで、えー、スマホでね、そのままカートにプチッと入れる人、あるいはね、パソコンでも比較なんかせずに、ここカートを入れるを押す人、まあ、こういう人に売るんで、アマゾン輸出っていうのは儲かります。あと、国内アマゾンも高く売れるのは、そういう人に売るパターンです。で、このカートというのはね、大口出品者しか取れません。えー、小口だとこのカートが取れないんで、えー、必ずアマゾン始めるときはですね、大口で始めてください。 ちなみに小口だとどういうことになるかっていうと、まあ、こういうふうにね、一覧を見たときに、最安値のものを買う人に売れますで。例えばね、こういうふうに新規出品者ってなってるんですけど、新規出品者だとですね、えー、最安値でも売れないケースがあります。まあ、それどういうことかというと、例えば、まあ、取引件数の少ないうちにね、えー、1個普通評価、届いたけど普通でしたとかっていう評価をもらっちゃうと、 例えば3件売って1個普通評価をもらうと33%の良い評価というふうに表示されます。まあ、星がね、えー、少なく1個半になって33%と書いてあるんですね。それ見たらなんか問題あんのかなと思って最安値でも売れないです。だからね、えー、初めから大口アカウントで販売するというのを、ねえー、原則として覚えておいてください。またね、えー、売る商品すごい少ないですとね、 いう場合にはね、ご相談ください。まあ、高く売れるものなきゃね、まあ、小口で少し売って、操作だけになれるっていうのも、まあ、ありといえばありかなという気はします。日本アマゾンに関して言えば、えー、それもありかなという気もします。ただ、アメリカアマゾンについてはですね、もう、儲けようということでやるんであれば、えー、これはもう、大口以外の選択はなくてですね、いずれ小口にするとしても、初めは大口で、えー、良い評価をね、たくさんもらって、悪い評価のダメージがなくなってからとか、 カートを取らなくてもね、売れる商品が分かってから、えー、小口にするというのは、まあ、ありうるかなという感じですね。ただ、初めから小口で始めたら、もうずっと高く売れないんで、えー、全然儲からないです。儲かってたくさん売れるようになってからね、えー、お口にしましょうって言っても、小口から始めたら、えー、そのたくさん売れて儲かる状態にまずならないです。ちなみに、講、えー、座の種類は、まあ、解説ありますんで、 それの画像とですね、ちょっとした解説を貼っときます。で、えー、大口アカウントを小口にする方法。ねえー、なんで、えー、大口の方がいいか。まあ、今言った理由が、えー、大部分なんですけど、他の理由も、えー、書いてある動画を貼り付けておきます。えー、そんな形で Amazon の講座ですね、えー、プロマーチャントで作ってください。それから Amazon プライムは入んなくていいです。 えというのを覚えておいてください以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした